こんにちは、吉谷さん。お金に色はない、まさにそうなんですけども、ポイントサイトのモッピーをね、やってるところをどんどん動画を出していって、そしてその動画の説明欄にモッピーの、紹介リンクをつけているんですよ。これまあ、真っ当なビジネスだと思うんですよね。モッピーも進めているし、新規で登録する方も登録 URL がないと参加できないわけですよね。しかも動画を見て、あ、これすごくいい情報だ、ありがとう、ありがとうで登録したら、その動画を作ってくれた人にもポイントがいって、自分にもポイントが入る、みんな良くなるわけですよね。でもそれについてね、コメントが入ってたんですよ。そうやって動画を作って紹介料で稼ぐせこいやつだみたいなね、だからどうしたって感じですよね。紹介料で300円ずつ稼いでます。確かにね、いいじゃないですか。だってそういうことをモッピーが進めてるんだもん。ルールにのっとって紹介を出すのが上手な人が紹介を出している。そして自分がクリックすることによって、あ、久保なんかにポイントが入るの悔しいなって人は別のリンクから参加する、もしくはモッピー自体をやらない。いいじゃないですかね。なんか文句あるかみたいな感じですよね。だからその方法がいいなと思えばその方法を取るし、その方法に抵抗があるなと思えばやらないし。でもね、このポイントサイトの紹介料ぐらいでグダグダ言う人はまあお金持ってないですね、確かにね。で、豊かな人って、金銭的に豊かな人って誰がどんな方法で稼いでもあんまりね、妬まないんですけどもね、と思うんですけどもね。どうですかね、そんな人のことを気にしてるよりか自分のことやるんじゃないかなと思うんですよ。しかもこのポイントサイトって本当に紹介で広がっていくと、ポイントサイトもまあ儲かるし、ポイントにあのアフィリエイトをつけてる企業も儲かるし、みんな良くなりますよね。この物の売れにくい時代に、私はね、バリ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 物を売ってるわけですよ。いや、これはこれですごいなと思うんですけどもね。だってセールスとかってみんなできないですもんね。私なんか物を売ってない日とかないし、物を売ってない瞬間ないんですよ。要するに欲しいですって言った人が手に入って、売りたいですって言った人が売れてみたいなところの真ん中にいるのが、まあ YouTuber っていうかね、私の存在ですから。多分私がやらなくなると、売りたいけど売れない人が必ず生まれるし、欲しいけど買えない人が必ず生まれるというふうにね、まあ勝手に解釈してるんですけどもね、社会的な意義があるのかなと思いますね。考えてみたら、その R34 にしても、誰かが中古を持ってきて整備して利材を乗っけて、はいってディスプレイしてくれないと吉谷さんのものにならなかったですよね。じゃあ自分が R34 買ったら車屋が儲かるから悔しいと思って買わない人っているのかなと思っちゃうんですよ。全ての商品が誰かを儲けるために売られているわけですからね。何なんですかね。というところでね、義援金はちょっといただけないかなと思いますけどね、あれは、ああいうトリックはね。ただやっぱりホームレスでも300万稼いでるって話なんですよ。いや、それと他に空き缶売ったり段ボール売ったりとかしてさらに稼いでますからね。じゃあ平和公園のホームレスの年収に負けるなってことですよね。いってらっしゃい。